どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのチャンバラで居合斬りの達人になりたい第14回となっております。チャンバラ居合斬り、落ちてくるものをどちらが先に矢印の通りに切れるかを競うとっさの判断が勝負の分かれ目でござるとなっております。いやー、なかなかマットへたどり着けませんね。相手も相当強い。もう頑張ってね、今日もマットに近づきたいと思っております。今日のお相手は熟練度808のステファニーさんですね。ステファニーさんですか。なんかフルハウスっていうドラマに出ていたんじゃないでしょうか。古い。 OK、時計横だろう。うーっそ、この方向ですか。さっさ、 OK。 うわ、早い。やべ、リードを許してしまった。 Go。 OK。 鉛筆。 OK。 どんぐり貯めるな。 OK。 あー、くそ、同点か。花瓶貯めすぎ。 OK。巻き寿司、うっそ、早っ。巻き、オッケー、卵、オッケー、メロン、ためすぎ。おっ、くそ、すまん。あ、うそ、やばい。オレンジ、よし、オッケー。ケーク、よし、勝つんだ。ろうそく、よし。お、どっち、うっそ、マジで。ダイヤモンド、よっしゃー、マッチポイント。パン、うっそ、負けた。鉛筆、勝つんだ。よっ、うっそ、どっちだ。オッケー、勝った。危なかった。いやー、ギリギリでした。はい、熟練度の方が40上がりまして840となりました。いやー、今日のアイデア強かった。はい、まあ一応勝つことができましたので今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe。 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。